はい、皆さんこんにちは。どうもナトです。2021年1月にゴマダラ町の越冬幼虫を探しに行ったのは覚えているでしょうか。予想していたよりも大収穫で、ゴマダラ町赤星ゴマダラ大紫の類似種3種類を見つけるという、成果を残した動画です。今回はそのゴマダラ町のちょっとした記録動画となっております。